飯塚、5番東尾正道飯塚、6番篠原敦飯塚、7番前田純山陽、8番すべてつきました。これが全部消えますと再発送5秒前になります。3秒前、2秒前浜松雄一です。準決勝戦8周回再発送スタートしました。5番の東尾のそのうちから4番浦田慎介です。浦田が1コーナー先に回っていきました。その後6番の篠原、篠原がそれをかわして先頭に立ちました。2コーナー6番篠原先頭、2番手4番浦田、3番手が5番の東尾の、そして8番の荒井啓太、4番手から東尾のアウトから攻めていきます。その後1番の金子大輔、7番の前田純、後ろは2番の若井と3番の三村で2周回目です。6番篠原敦志が先頭に立ちました。2番手4番の浦田慎介、3番手1番の金子大輔が上がってきております。浦田が3コーナー篠原のインコース伺ってきますが、ここは篠原が抑え込んで、3番手は1番の金子大輔が上がってきております。さあ金子が浦田のインコース飛び込もうというところです。3周回目、先頭は6番の篠原、そして浦田、金子、3者固まってまいりました。その後5番の東尾のが4番手、あとは8番の荒井啓太が続いて、その後は7番前田、そして2番の若い3番二村の順と続いていきます。先頭6番篠原敦志、2番手が4番の浦田慎介、3番手が1番の金子大輔です。残り5周を切りました。篠原先頭、浦田2番手、金子が3番手。さあ金子が浦田をアウトから攻めていきます。そして篠原を浦田が攻めていきます。先頭は6番の篠原、2番手が4番の浦田、3番手が1番の金子。残り4周回、5番の東尾野が4番手の位置となっていますが、東尾野も前の3者との車間を詰めてきております。先頭しかし篠原がキープ、浦田、金子が2番手3番手、前の3者の塊は変わりません。その後5番の東尾の4番手、さあ金子がインに入って浦田をさばいていきまして、2番手に浮上していきました。浦田3番手、しかし浦田がもう一度金子にアタックしていきます。しかし篠原の後ろに今度は浦田、金子が迫ってまいりました。さあ先頭6番の篠原敦、金子大輔、浦田慎介2番手3番手、さあ金子が1コース入ろうというところですが、ここも篠原が先頭をキープ、そしてちょっと金子が外へ膨れてしまいまして、もう一度インに入ろうという浦田慎介です。しかし金子が2番手3番手が浦田、その後は5番の東尾の4番手、その外から8番の荒井啓太です。さあ残り1周回の青旗が開いて見えてまいりました。先頭6番篠原敦志、2番手が1番の金子大輔、3番手が4番の浦田慎介、その後5番の東尾野が現在4番手。さあ金子が篠原に最後アタックしていくか、金子が篠原にアタックしていくか。先頭はしかし6番の篠原敦志、金子が2番手、3番手は4番の浦田。さあ前は最後並びましたが、浦田篠原5人、2番手が1番の金子、3番手が4番。6番1番6320円、15番人気2連複1と6の組1700円、5番人気3連単6番1番4